どうもーい、めっちゃホリデー。今日はヌンネーごめんなさい、噛みました。超恥ずかしい。はいはいはい、めっちゃホリデー。TikToker 兼グラビアアイドルのヌンネーさんと申します。よろしくお願いします。はい。8月27日217回目川野田の虹をつかむ男アシスタントのココです。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、ゲストをご紹介お願いいたします。お願いします。今日はすごい豪華な豪華なゲストさんが2人来てるのでお願いします。どういう言い間違いなの。すいません、豪華をゲイずれちゃった。あんまりちょっと良くない。画業がちょっと。すいません。はいはい。高田さんから来ました。ありがとうございます。俳優をやっております。あと劇団ハイワイヤーという劇団を主催しております。高畑裕太と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、神と人間の博士の名もシャーカンです。どうも、最上釈迦です。よろしくお願いします。イエーイ。私、はい、すいません。本当にやってる。すいません、はい、すいません、はい。TikToker 兼グラビアアイドルのヌンネーさんと申します。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。イエーイ。3人集まってるので、はい、ヌーさん主催でいろいろとお話を聞いていただいて、はい、ぜひ。はい、まあ、私といえば黒歴史なんですけど、皆さんの黒歴史もちょっと聞きたいなって思いまして、なんかありますか、ゆうたさん。あ、なるほどね、黒歴史。はい。振り方が強引だね。振り方が強引だね。はい、黒歴史やっぱでもいっぱいありますよね、きっと生きてる中。最近だと、ね、なんか4月ぐらいに出演した舞台で、はい、自分の自前の衣装を使ってたんですけど、うん、なんか結構公演期間が長くて、で割とその前半見に来てくれた自分のお客さんから、うん、すごい面白かったよみたいな、なんか声をいただいて、うん、ありがとう、見に来てくれてって、次回もまたよろしくねみたいな話をしてて、うん、高畑くんのさ、ズボンあるじゃないみたいな、履いてたズボン、うん、あれすごいよくて、あそこなんかいろんなちょっとなんかほつれたりとかしてる感じのズボンなんですよ、うん、はい、そういうなんかキャラを演出するために。であそこさ、なんかいろいろほつれたと思うんだけどさ、股のところがさ少し破けててもさあれは何演出なのみたいなって言われて、俺はなんかその時こいつ何言ってんのかな、視力悪いのかなって思って、ああま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 あそんな感じみたいな感じで適当に返してたんです、うん、そしたらそっからなんか5日間ぐらい経った後に楽屋にふと戻った時に股のところが盛大に直径5センチぐらいの穴が開いたことについて、しかもその時に限ってなんか赤とかオレンジぐらいのパンツを履いてたんですよ、ね、どういう趣味してるんですか。すごいパンツね。はい、ということでパンツ出ちゃったみたいなね。違うのが出てなくてよかったねって、はい、そうそうそう、違うのが出てなくてよかった、ね、そうそうそう。そしたらじゃあ次、じゃあ釈迦さんですかね、はい、そういうの。僕はもう黒歴史というか、はい、もうしょうがないなって諦めてることがあるんですけど、はい、まあ、月に1回ぐらいはまあ台を漏らすっていう。え、そうだね、まあ、例えばそのおならした感じで台が出てるとか、はい、え、ポイフル、ポイフルが出てる。やめて、ちょっと明治天下さんの。そうそうそう、やめてよ。もうなんかもう NG 出るよ、そろそろ。多分お尻の穴が多分緩いんでしょうね、多分ね。はい、それがもう常に黒歴史ですね、私は。はい、だからムーニーマン2枚重ねで履いてる時もたまにありますからね。かわいい。でも僕もお尻の穴めっちゃ緩い。もちろん中も出るじゃん。僕なんか最近緩くなったんですよ。僕なんかインドになんかさ半年ぐらい行った時期があって、そう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 、でなんかそこってインドってトイレットペーパーはあんま使わないんですよ、そのなんか文化で、これあくまでも文化で、お水をなんかその手にちょろちょろってつけて、で左手でなんか拭くっていうインドの文化があって、日本じゃあんま考えられないじゃないですか。せっかくインドで半年いるからその文化はやっぱ堪能したいなって思って、なんか手でなんかそのやってた時期があったんですよ。そうで、手でやることによってちょっとなんか指が少しだけたまに穴の方にグリッと入っちゃうみたいな。クソ歴史じゃないですか。クソ歴史。なんか全体的に最悪の話ばっかりしてるけど。緩くない。そうそうそう。いやだからすごい気持ちがわかる。気をつけよ。うん、そうそう。
そういうのがあってやっぱりそう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 、左で食べる、絶対右で食べるみたいな、そうです、うん、左手は浮上の手みたいな、あ、そうなんだ、そうそうそう言われてる時は、うん、そうですね、うん、いやもうちょっとクリーンな話したかったら何でこんな最悪な話ばっかりしてるから、いや、そう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 、正直に言ってる、そう、でももういいと思います、なんか夏休みで、ね、小学校も中学校も高校生も聞いているので、うん、多分それに伴ってね、保育園幼稚園の子も聞いてるから、そういうネタは多分面白いと思いますよ、あ、本当に、あ、じゃあぜひちょっと試してみようかな、うん、やる人がいる、そうだね、うん、絶対に俺から聞いたって言わない親御さんとかに、うん、絶対に高畑裕太って人が言ってたって言わないでほしい、まあ、逆に言ったらですかね、あの子供の頃になんか乗りたかったものがあるんですか、あー、海賊王、あ、海賊王海賊王かっこいい、僕はあれですね、保育士と警察官ですかね、あ、へえ、真面目だな、うん、めっちゃ真面目、時々僕真面目なことも言いますよね、あ、そっからホストの道へ行くんですね、その前にあの僕、うん、ずっと車業界だったんで、うん、日産自動車のテストドライバーやってまして、うん、テストドライバー、テストドライバーってあの工場で部品作るじゃないですか、車作ってハンドルつけたりとか、それを最終テストコースでテストして部品の付け忘れないかとか不具合がないかを見たら、そのまま出荷するという、うん、はい、だからホストより昼食の方が長いんですよね、僕実は、あ、そうなんですね、だから結構真面目なんですよ、本当は染まってないですよ、いや、真面目そう、子供系っていうか、うん、うちの子すごい大好きですもんね、子供の扱いがすごい上手なので、あ、もう子供大好きなんですよ、そうなんですよ、なんか保育園のイベントとかあったら釈迦さん来ないかなとかって言うから、めちゃくちゃ嬉しい、そうなんだ、あ、素敵だな、嬉しいですね、嬉しいですよね、めちゃくちゃ、本番前にお手紙をね、あれめちゃくちゃ嬉しかったですよ、ありがとうございます、もうなんかね、渋谷で、TikTok ライブやってるって言うと、もう手紙書いて行かなきゃいけないみたいなので、うんうんうん、で私に行って一緒に、そうなんだ、あ、すごい嬉しいですね、それはめちゃくちゃ嬉しいですね、うんうんうん、その子が TikTok ライブ何をやるんですか、ああ基本的になんかもう渋谷で歩いて喋ったりとか、うん、コメント読んだりとかですかね、ちょっと変わってるね、はい、人に話しかけてやったりとか、そうなんだ、そうですよね、楽しそうですね、いろんな人が来てね、うん、はい、一緒に釈迦でーすっ、そうやったりとか、へー、私がここで釈迦でーすやると息子にもうあの恥ずかしそうにやってるけどダサすぎるからやめてってすごいな、ちょっと辛いな、ちょっと接し柄なコメントですね、そんなことを釈迦さんはやらない、そうなんだ、ヌムさんはなんか子供の時になりたい職業があったのか、子供の時はお笑い芸人になりたかったんですよ、へー、意外、うん、今も諦めてなさそう、いや、もう諦めました、諦めてないですよ、はい、誰に憧れたんですか、あ、でも結構なんか陣内さんとか友近さんとか結構好きだったんですよね、そうなんだ、そうなりたかったんですけど、ね、あ、でもなんか友達とやりたかったんですよ、一人ちょっと恥ずかしかったから、で友達とやろうって言ったら断られて、あ、まだ叶ってないんで相方募集中です、あ、なんか諦めてない、リコーダー太郎でしたっけ、リコーダー太郎、誰がリコーダー太郎、の妖精さんですね、はい、はい、まあ、TikTok がいい感じバズってくれたら組もうかなと思ってます、確かに、はい、あ、そうですね、はい、楽しくね、はい、なんかもうあのヌンヌンねから来たって言ってたから、うん、お姫様とかって言ってくれるのかなと思ってたんですけど、真面目に帰ってきましたね、そうですね、はい、お笑いだったってちょっと意外、長くなるとね、ね、そうだね、うん、そうなんですよ、やっぱそのヌンヌンを広げるのはちょっとなんか、うん、握手かもしれない、ヌンヌンって高田さんもなんかあったんですか、はい、子供の頃か、いやでも僕はその最初にちょっと海賊王って言ったことが、うん、若干滑りをなんか散らかしたかなりちょっと海賊王っぽいからいやでもなんか僕はなんかあれです、タイプとしてはその漫画とかなんかそういうゲームとかを見てなんかそれに影響されちゃって俺やりたいみたいな感じ、なんか空想上の世界に行きたいみたいな感じの海賊王とかなんか、なんかそういうのが役者さんの方に流れてくるのが分かる、あー、いやまあそうですね、慣れるっていうか、はいはい、あの役者は逆に慣れたくなかった、あんまり、うん、そうなんだ、そう親がさ、あのなんか親が女優で、はい、その頃なんか女松先生とかで、はい、なんかそのブレイクしてたから、うん、結構いじられてたんですよ、学校、うんうん、お前も役者やるんだよ、ですよね、うん、有名になるんだよみたいな感じの、うるせえなみたいな、そう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 、うん、そうそうそう、大
最終的に今なってるからね、不思議ですよね人生。二世二世の感じって言われちゃうみたいな。いやそう、そうなんですよね。確かに。それはそれで多分ね、あの環境がねいろいろあるから難しいでしょうね。マイクないで喋ってるけど。はい。いいよいいよ。コマーシャル。はい、宣伝の方それぞれに出していただければと思います。はい、誰からいきますか。じゃあ。はい。はい、僕からいきます。はい、8が、関係ないですね。まあとりあえずその、はい、明治製菓さんと。コラボして、新商品のカールの CM キャラクターに勤めさせてもらってますので、まあ、多分ネットでも買えると思うんで、はい、まあ売ってるのは西日本限定なんですけど、ぜひ皆さん買ってみてください。よろしくお願いします。カールのことあんまり聞いたらまずいですか。全然大丈夫です。何味とか、シャカシャカするカールなんですよ、うん、味変ができるらしく、すごい。何かを混ぜてシャカシャカする新商品らしいので、あ、じゃあそういう CM もやられてる感じで、はい、やれてます、はい、僕にぴったりということで、はい、楽しみにしてます、ね、最後まで聞かなかったら忘れてましたけど、はい、なんでそういう風になったのかと、はい、ぜひよろしくお願いします、シャカシャカカール、そうなんです、シャカシャカカールさん、そうなんです、はい、ありがとうございます、はい、中田さんの方で、はい、ですね、僕がその最初に、劇団ハイワイヤという、劇団を主催しているっていうふうに言ったんですけど、はい、まあ、今年の7月に旗揚げ公演を、うん、行いまして、はい、それの配信が、何事もなければ今も、行われているはずです。はい、何事もなければ今も行われているはずです。はい、大丈夫です。まあ、なんか若干ずれるかもしれないですけど、まあ、劇団のそのハイワイヤの、ツイッターだったりインスタグラムだったり、はい、あと僕個人の SNS からでもなんか発信しているので、うん、はい、ぜひぜひ中学時代のなんかいじめをなんかテーマに扱った作品ですので、少しなんかシリアスなんですけど、はい、かなり面白く大好評だった作品なので、はい、もしよかったらぜひぜひ見てください。はい、はい、ということでね、じゃあチェックしていただくときは、はい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 、私はグラビアの DVD が9月に出るのと、あと9月の24日にトークショーをやることに決まりました。はい、すごい。9月、はい、9月28日に関してのトーク全然関係ないんですけど、うん、TikTok のトークをします。あ、はい、はい、全然関係なかった、うん、はい、そうなんですよ。もう裏話とか、あとなんかお笑い の、 トークライブになんか、特に私お笑いになりたかったとか言われてないんですけど、たまたま出たんで、オファー来たんで、なんかちょっと面白い感じにしたいと思います。お、はい、はい、じゃあそこじゃムーンさんの、ね、はい、TikTok とか TikTok の話ですね、はい、ヌン姉さんで、はい、調べてチェックしてください。はい、皆さんもちょっとお名前をね、検索かければ全部出てくると思います、はい、ちょっといかがだったでしょうか、今月、はい、もう終わりなんですけど、いや、めちゃくちゃ僕初ラジオなんですよ実は。あ、そうですか。ですね、全く緊張ね、してなかったっすね。いやでも100回くらい出てるから、世間話で終わるみたいな、ね、いやでもなんかすごい初めましての方となんかお茶してる感覚っていうか、すごく楽しかったです。ティータイムしてますね、ナイスティータイム、ナイスティータイム、釈迦様でもいろいろやってらっしゃる。あ、もちろんやってるんですけど、やっぱりその楽しいですね。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカワノダチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけど、それをやっておくとライブ配信もやってるから、それはね、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。